お元気ですか？ヨゼフです。数学記述式問題の解説ですが、入試問題ではなく、アスナロ数学を解説します。では、始まり。アスナロ数学番外編。今回も一応数学の問題はあるのですが、渡辺先生、鍋粒先生のアドバイスについて少し解説したいと思います。例題、ちょっと見てくださいね。ABC イコール1の時、AB プラス A プラス A 分の A、プラス BC プラス B プラス1分の B、プラス CA プラス C プラス1分の C、イコール1を証明せよ。この例題を解きながらですね、1975年11月5日、ご飯発行の渡辺嗣雄先生の、鍋粒のアスナロ数学、数学1応分者という参考書があるんですが、その中の、前書きの後にちょっと文が載ってまして、受験数学をマスターするコツ、本書の利用法という文が載ってます。それを参考に、数学の正しい勉強方法について考えていきます。さて、この問題ですね、とても有名な問題なんです。参考書なんかにも載ってますし、予備校のテキストにも載っている場合があります。で、なぜ有名なのか。とても上手いやり方があるからですね。その上手いやり方とはですね、まず第一段階。第一項の、最初の AB プラス A プラス1分の A という分数の、分母と分子に BC をかけるんです。で、二つ目の分数はそのままほったらかしで、三つ目の分数第三項、CA プラス C プラス1分の C の分母と分子に B をかけるんですね。するとですね、左辺は立ちどころに1になりまして、右辺と一致します。あっという間に証明おしまいという、そういうとても上手いやり方があるからです。さて、今、ちょっとだけ説明した上手いやり方をですね、実際にやってみますかね。左辺を持ってきまして、最初の分数の分母分子に BC をかけるんです。まあ今、分数で言うと BC 分の BC かけます。2番目の分数はそのまま置いときまして、3つ目の分数、CA 分の C プラス1分の C の分母分子に B をかける。つまり分数で言うと B 分の B かけるんですね。で、3行目見ていただいて、まあくっつけてしまうんですが、すると、4行目のところでね、4行目のところで、最初はですね、AB の2乗 C プラス ABC プラス BC 分の ABC。まあ、真ん中の分数はそのまま BC プラス B プラス1分の B。3つ目の分数は ABC プラス BC プラス B 分の BC で、ところで条件より ABC イコール1なんですね。それを当てはめてみますと、B プラス1プラス BC 分の1、プラス BC プラス B プラス1分の B、プラス1プラス BC プラス B 分の BC。これでもほとんど答えなんですけど、お分かりですか？はい。三つの分数のですね、分母をよく見ていただきたいのですが、実はもう同じになってます。つまり通分できてるんですね。三行目のところで、まあ、すべての分数の分母がですね、BC プラス B プラス1というふうに、まあ、順序を変えるだけですが、分子は1、B、BC ですね。これそのまま足します。でも順序をまた変えますと、分母は BC プラス B プラス1、分子も BC プラス B プラス1で全く同じになるんです。ということはね、分母分子が全く同じ式ですから1ですよね。それって右辺と同じですよね。ということで、証明は終わりということになります。さて、先ほど紹介したね、鍋粒のアスナロ数学という参考書からの引用なんですけども、まあ、鍋粒こと渡辺嗣雄先生のアドバイスをその本から引用しますと、いいかい、こんな回答をやるようになってはダメなんです。どうしてかって、だって君、この問題初めて見た人がだ、どうして第一項の分母と分子に BC をかけたくなる、まあ、一歩譲ってそれを認めるにしてもだよ。それなら第二項の分母と分子には CA を、第三項には AB をかけたくなるのが当たり前。それなのに BC と1と B ですって。で、なんかちょっとね、まずいことが書いてありまして、古い本なので。こんなこと考えられるはずがない。おかしいでしょ。頭おかしいでしょ。っていう風に書いてあります。はい。さらに引用の続きなんですが。ところが、このような勉強でも学校の成績は良くなれる。35ページの上から5番目の問題が出たら、BC1B をかければよい。と覚えればよいからだ。しかし、大学受験には役に立たない。それは言うまでもないでしょう。今までに覚えたことをなるべく早く忘れて、原理原則にのっとって、オーソドックスな勉強をしなければなりません。さて皆さん、鍋粒こと渡辺嗣雄先生のですね、原理原則にのっとってオーソドックスな勉強をしなければならないというアドバイス、ここに刺さってきてますか？以下、うまいやり方ではなく、原理原則にのっとった解法について解説していきます。さて、この問題の場合ね、原理原則にのっとってオーソドックスな勉強しなければならない、その解き方とは、一体どのような解き方かと言いますと、条件式 ABC イコール1を使って文字を一つ消去することなんです。どの文字を消去するのでも構いません。例えばということで、ABC イコール1より C イコール AB 分の1として、文字 C を消去することにします。ここで全体としては証明問題ですから、左辺を何とか式変形して右辺と同じ形にしたいんです。つまり左辺を何とか式変形してイコール1に持ち込みたいわけですが、で、まあ左辺は書いておきまして、先ほどの C イコール AB 分の1を、ね、代入して C を消去していきます。C の場所に AB 分の1を当てはめるだけですよ。で、約分できるところはありますから、まあ約分していくんですね。で、分数の中に分数が入ってきてしまって、これ半分数式とか言ったりするんですけれども、うまくですね、分母分子に適当な、今の場合文字式をかけて、すっきりさせる必要があります。だから、半分数式について一切知らない人、ちょっと復習した方がいいかもしれませんけれども、まあ大したことではないですけどね。
はい、その半分数式の処理の仕方はですね、2行にわたって文字で書いておきました。第2項の分母と分子に A を書きます。第3項の分母と分子に AB を書けます。まあ、その式をそのまま書いたんですね。で、試行書いてますが、もう約分すぐできまして、式としては3行目になりますね。イコール AB プラス A プラス1分の A、プラス1プラス AB プラス A 分の AB、プラス A プラス1プラス AB 分の1です。なんか似たような感じになってますね、先ほどと。はい。式じっくり見てくださいね。もうすでに通分できています。分母を同じ形にします、とりあえず。つまり AB プラス A プラス1分の2にするんで。最初の分数の分子は A。二つ目が AB。最後は1ですね。分母が同じだから一つの分数にまとめて、で、分母分子を同じ順になるように書き換えると、AB プラス A プラス1分の AB プラス A プラス1。分母分子がね、全く同じ式ですから、分数としては1に決まってる。それって右辺と同じですね。証明しまい。ということになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね、と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。